さあお二人にはですね、シーズン中のその調子の波であったりとか、うん、まあ、感情の変化っていうものをグラフにしていただきました、うん、お願いします。はい、ということで、うん、川島選手の WE リーグ1年目は開幕時は調子が良かったんですね。好調ですね、それでいうと、うん、はい、うん、でそこから若干中断期間にかけて下がっていったんですが、最後はもう一度調子を上げてきたということなんですが、うん、最初まあ開幕の勝利の時は個人的にも調子が良くて、はい、勝ちを重ねられなくなってきた時に、うん、やっぱ相手チームとかにも分析をされたりして、こうチームとしてもなかなかうまくいかないって時に、こう自分の一個殻をかぶ破れない瞬間っていうのがあって、まあ、その時にちょっとこう落ちたかなっていう。ただ後半結構自分のコンディションとかも見つめ直すようにして、こうプレーの一つ一つも分析するようにしてってい こう考えることをこう増やし始めてから、なんかちょっとずつ上がっていったかな。一ついいですか、はいはい、ポジションが変わったじゃないですか、うん、インサイドからウイングに、はい、その辺でまたこう変化ってありました？ありましたね。監督からは本当に春菜自身のプレーをしてくれっていう、うん、サイドハーフはこう結構レジの足の速い縦に強い選手が揃ってる中だったので、ただ私はそういうタイプではなかったので、サイドをやるとき不安もあったんですけど、まあそういう言葉をかけてもらって、私なりのサイドハーフっていうのをこうやっていったんですけど、それで上野選手とか、まあ、谷口選手もそうですけど、こう距離感を保ちながらこうやる心地よさっていうのもこう見つけれたっていう、それはこう新しい発見だったなっていうのはありますね。気が利くんすよ。気が利く気が利く気が利くっていうのは、そのサッカーのプレーにおいて、その周りとの連携もそうですし、まあ、今のね、うん、発言にもありましたけど、うん、やっぱ周りをうまく活かせるようなサポートしてくれたりとか、うん、それが多分チームに不可欠っていう金川選手が言ってた、うん、なんか意味なのかなって、まあ、最初はなかなかまあ途中出場っていうのが多くて、まあそれ、まあ、でもその中でも、まあ、自分のやるべきことっていうのは、まあ、自分の中ではやれてたつもりなので、まあ、それがまあ徐々に後半になるにつれて、まあ、フォワードとしての役割っていうのも自分の中でしっかり分かったので、まあ、それがまあ、中断明けたぐらいからスタメンに入れるようになって、まあ、そこからまあ得点っていう形ではなかなかまあチームに貢献はできなかったんですけど、得点に関われたっていうのは自分の中ですごいでかいなっていうのはあります。なので右肩上がりですね、ずっと。なるほど。小石さん、やっぱこのグラフ見て納得って感じですか？はい、納得ですし、うん、まあ、シーズン終盤にかけてチームとしてもゴールが奪えるようになって、うん、で特に、まあ、インサイドハーフに一列を降りた上野選手が得点量産できたのも、うん、谷口選手がかなり広範囲に、うん、まあ、やっぱ運動量もあるし、でスピードもあって、うん、相手の背後に何度も走ってくれるんですよ、うん、でその、深みを作ってくれるんで、中盤のスペースが空いてきて、うん、でそこに上野選手でしたり、それこそ川島選手、柳瀬選手が入っていけるスペースを空間作ってくれるんで、うん、終盤にかけて谷口選手がやっぱそのワントップっていう、ここが決まったのが大きかったですね、うん、あ、チームとして、チームとしてでかかったです。だからチームの中でも多分成長した、本当に一番成長した一人に挙げられるんじゃないですかね。なんかある記事でちょっと拝見したんですけれども、サンフレッチェの永井選手をこう意識してるっていう話を伺ったんですが、実際に何かこう永井選手のこの辺りを意識してるとか。永井選手がスタメンで出てる時にすごいいいなと思ったのが前線からの守備で、すごい永井選手の守備から攻撃が始まってるなっていうのはすごい試合を見ていて思ったので、まあ今まであんまり試合を見るのは好きじゃなかったんですけど、やっぱそういう永井選手のプレーを見てやっぱいいなっていうのはすごい思いました。今まではあんまり試合を見るのが好きではなかった。そうですね、はい、うん、はい、でも見てます。今なんか止まりましたね。止まった時が考えちゃいました。選手によってもね、うん、試合結構見る選手と、うん、あんまり見ない選手いるんですよ。長いじゃないですか、結構45分に
を見るってなると1日の時間は2時間ぐらい削られるんでその気持ちはすっごいわかりますね我々もあの実況しようとかって思った時にその試合をこう2時間見るじゃないですか、うん、でまあ3試合ぐらい見ようかなと思ったら計6時間ですはい、はい、結構やっぱりね解説するにあたって大変でしょ。いやいやもう本当に目が疲れますよね、うん、疲れるし2時間は見れないです、うん、そうですよね地域で一番笑顔の集まるスーパーを目指し広島市内を中心に16店舗を展開するスパーク。毎週土曜日に開催している朝市では鮮度が良く美味しいお買い得商品をたくさん取り揃えています。さらに毎週土曜日はスパーク小鹿カードのポイント5倍デー、スパーク電子マネー小鹿カードでお支払いいただくと通常の5倍ポイントがつくビッグチャンス。ただいま新規会員募集中です。毎日のお買い物はお買い得商品がいっぱいのスパークで。ヘネシークレイジーホームワンマンツアー開催間近。ニューシングル限界モラルラプソディを引っ提げ広島のワイズを皮切りに全国5カ所全6公演のワンマンツアーを開催。ツアーファイナルでは広島クワトロの開催も決定。広島から全米1位を狙うロックバンドヘネシーの熱いライブを見逃すな。チケットは E プラスにて好評発売中。開催日時は7月18日、会場ワイズにて午後5時30分スタート。お問い合わせはキャンディープロモーションまで。綺麗に欲張りなあなたに優しいエステ完備の24時間ジム、2022年7月ベースワン袋町公園店がグランドオープン。女性限定24時間ジム、完全個室のエステマシンをいつでも好きなだけご利用いただけます。健康的な体、憧れの美しい体などなりたい自分を叶えるお手伝いをいたします。ただいま限定300名の先行入会受付中。詳しくはベースワン袋町公園店で検索ください。